やればできるこうやくんです。いつもありがとうございます。今日はね、冷蔵庫の中に残っている前回使った、豚バラ肉を使って、そして、キムチが残ってますんでね、みんなが大好きな豚キムチを作っていきたいと思います。これならご飯にも、そしてお父さんのビールにも最適かなと思いますんで、とっても、簡単で美味しくできるんでやってみますんでよろしくお願いいたします。じゃあスタート。はい、じゃあ始めたいと思います。まずはね、キムチ、これぐらいの量がありますんで、これとどうかな、これを6として豚肉を4入れる形かな。そんなにね1対1にしてしまいますと味が薄くなっちゃいますんで、だからといってもキムチが多すぎるとキムチ炒めっていうだけになりますんで、まあ大体4対6ぐらいの気持ちですねでお願いします。じゃあちょっと油を引いて、よし。これぐらいでしょう。そして、いつもの博多の塩胡椒少々。もうちょっと入れちゃう。そしてね、このままキムチを入れるんじゃなくて、ワンポイントとして、スライスした玉ねぎ、これも入れていきます。本当にもう炒めるだけなんでね。そして少しだけ先に味の素ちょっとだけ、そして、残ってたキムチを入れます。もう汁も入れちゃいましょう。もう簡単でしょ。このね玉ねぎ入れることによってねシャキシャキ感もありますしね、キムチの白菜の、シャキシャキと玉ねぎのシャキシャキとが混ざってやっぱ美味しいんです。そして、香り付けの薄口醤油、そして、ごま油ですね。はい、もうこれで出来上がり。さあいつものように色を。よいしょ。そして盛り付けましょう。別にね、豚じゃなくてもいいんですよ。この間使ったようなスルメイカをね、イカなども炒めて同じようにしても美味しいかと思います。そして仕上げに青ネギですね。でカットネギのせていれば完成です。はい、豚キムチの完成。もうこれがやみつきになります。ぜひお試しください。簡単ですよ。